こんにちは。この度は、心と体の土台づくりプチ講座ご案内をお送りいただきましてありがとうございました。そっか、ちごらん、ここでございます。あの、今日はね、広島市内の方に久々に行ってきたんですよ。もう私の町からは、2時間ぐらいかかるんですけども、行ってまいりまして、そこにですね、えー、広島駅前に、グランクロスタワーというね、まあ、中四国の六本技術みたいなのが新築でできたんですよ。その新築の一室に、 私の弟子がですね、即下塾の第1期生が上り詰めていってそこにオフィスを構えたということでねちょっとね応援というか激励に行ってきたんですけどもいやーすごいですね、えー、あのレジデンスから歩いて1分でそこに昼食のランチ会場シェラトンホテルっていうのがあるんですけどもそこでねランチを頂い,いてきました今までも何回も即下塾でそこでねシェラトンでランチ会なり それから勉強会ななりセミナーなりをやってきたんですけどもいやでも今回はあの私の主催ではなくてね、弟子が成功して、そこに師匠たる私を招待してくれるということで、私も嬉しかったんですけども、招待したその弟子の方がね、すごく喜んでてね、いや、いつかこんなね、姿を久保さんに見せれるとは、みたいなね <laughs>。彼との出会いは長いんですけども、私の弟子になってからは8年経つんですよね。即家塾が スタートした時にもう井の一番に申し込んでくれていや久保さんいつか何かを始める人だと思ってましたみたいな感じで私の即歌塾に飛び込んで入ってきてくれたんですけどもそれからね頭角をすぐに表して私と一緒にビジネスをしたり合宿をしたり時には沖縄合宿を一緒に企画して沖縄に即歌塾の塾生さんをね何人も連れて行ったりとかそれからインドネシアの方にも塾生を何人も一緒に引率してきましたそれこそ何十人となくインドネシアに 同行させてていいただいて私たちのね稼ぎまくった弟子のその資産をねインドネシア資産にさらにぶち込んでインドネシアの国営銀行でいまだに年利 6.5%7% で増やしていた,だい,いただいているということでいや本当にね彼と彼を右上でとしてそっか塾をやってきて多くの方が稼げるようになったなというところもありますし彼は今ね 私から一本立ちして自分の会社を作ってですねそして、えー、全国でやってるんですよねでその成果もあって今回家賃がね毎月数十万と言われるその <laughs> 中四国の六本木ヒルズ新築に今日構えたということになりますけども私自身ね誇らしかったですね私は憧れたタワーマンションではなくってこういった田舎の一軒家にのんびりと暮らしてますけども彼にはねまだね 若いですかね、彼ねまだね39なんですよですんでこれからまだまだビジネスでそして、えーまあ、家庭とかプライベートでですね彼は結婚してますんで2人娘さんがいるんでねこれからも力を発揮してくれるんじゃないかなと思いますまた彼のことについては特別に紹介したいと思いますけどもコツコツとね積み上げていくとそうなるんだなってところなんですよねで今回の お招い,いただいプチ講座に関しましてはあのどんな興味があったかっていうと興味はないんですけどもどちらかというと IKKO さんの方が私にねお誘いいただいたんでそれからきっかけご縁を持ったんで勧められたらまずは興味持つ持たないではなくて知るところから始めないと興味の持ちようがないなと思ったんですよね。まあ、それでどんなご案内がいただけるかなと思ったんで i k o さんにご案内いただいたという形になります。 でも今思えばあサプリメントにはね私特にそんなに必要としてないんですよねで健康の状態につきましても一応健康に困ってることはなくって、まあ、当然ですけどコストをかけながらケアをしてきましたんでね、あのー、一定の健康は保っていられるかなと思ってますただその上でも自分の知らないこととか、うん、思い込みで勘違いしてることがあるかもしれないんで多角的に情報は取っていきながら サンプルを試試せるものはね、試してていいきたいと思っておりま,すうんまあいつもね心を柔軟に「いや自分はもう健康の情報はいいですよ」じゃなくって「育子さんはどんなことに取り組んでるのかな」ってことも込みでね、えー、進めていきたいと思います。うんまあ、ですんでね今度3月までの日程を送っていただいたことなんで申し込みの方を見させていただいて育子、えー、さんと一緒にね、えー、そちらの方に参加してさせていただければ 何か新しいことが見えるかもしれないなと思ってますんでその際はよろしくお願いしますはい皆さんが心も体も健康で豊かなり幸せに過ごせるようになるこの土台作りプロジェクトが広まったら嬉しいなと思ってますはいやっぱりねどんなことにも私はねお金がかかると思ってるんですよきっと今回のプチ講座もまあ有料の部分もあると思いますし本当に価値あるものは価格に反映されてると思うんですよね何でもかんでも無料で成り立つものはないと思いますんで私は 本当に取り組むならお金をかけてやるそっちのブルに行かなければ情報発信していただいてるね講師の方も何かで収入を得ないと活動が継続できませんからだから私はねいつも思うんですよお金のやり取りがなければ続かないと思ってるんですよねですんでそういう意味を込めて今回健康に意識が高い人もお金がなければできないでしょってことなんで私としては稼いでるからこそ 健康にもお金が使える。健康にお金を使って、えー、維持してるからこそ、稼ぎにもまた力が入るみたいなね、うん。極端な話言うと、お金を稼ぎたいって思う気持ちってのは、健康であるとも言えるんですよ。お金なんてもういいですよっていうのは、相当お金持ちになったか、それとももうね、お金に対して不健康であるんじゃないかなと思うんですよ。うん、お金が全てではないんですけども、でもですね、 せめてお金の問題ぐらいはクリアしていかないとお金以外のことに本気で取り組めないと思って,思ってます。お金、健康、恋愛、仕事この4つってのはそっか塾でも絶対に外せないテーマになってますし何かが欠けるとほかに影響が出るんですよね。お金がなければ仕事も不都合になってくるし健康も壊すかもしれない恋愛も人間関係もお金がなければ維持できない。つまり 全てのことにはお金がかかってくるってことなんですよね。まあ、ですんで、真剣にお金の勉強をしてお金のことを取り組んで、それから健康の問題も大事ですよね。お金がたくさんあっても体を壊してしまったら全然元も子もないんで。だからこの私がお話した4つっていうのは、あの、幸せな人間関係を作るために、幸せな人生構築するためには、この4つのバランスをどれかけることなく同じぐらい、そうですね、テーブルの4つの足が傾いていかないように、4つとも 同じペースで育んでいく必要があるかなと思ってますけども、いかがでしょうか。あそれではですね、今回はあ以上の動画になりますけども、これからね、申し込みのフォームの方を確認させていただいて、<laughs> えっと、仮で日程を取らさせていただきます。というのがあまり先だと、何月何日だったかなって忘れちゃうかもしれないんでね、<laughs> 仮で日程を取らせていただいて、また日程が近づきましたらね、やりとりしながら、あ、何月何日だったね、みたいな感じで、す、えー、り合わせていければと思っております。 この度ありがとうございました。よろしくお願いします。